ナルドだよーん。え？私の名はドナルド。世界一の人気者であり、君らのクラブのリーダーであり、世界屈指の大金持ちである。昨日からまた一段と寒くなったよね。当てて服出した人もいたんじゃない？おー、なんか寒くなってきたなーなんていう感じで、ちょっと鳥肌なんかさなんてすっかり秋めいてまいりました。こうなると恋しくなるのが鍋でございましてね、水炊き、ホルモン鍋、キムチ鍋、カレー鍋なんてのも出てきまして、もう何でもありの状態でございまして、私の好きな鍋は鍋でもラー油鍋でございましてね、これも具もスープも全てラー油、全ラー。さあ今日もどうなる全裸ということで、特にお後もよろしくないですが、ドナルドを愛してやまないお寒いリスナーと電話。もしもし。もしもーし。どうもこんにちは。こんにちは。お名前は何ですか？ラジオネーム。ライムです。ライムさんはおいくつ？17です。17歳。あ、高校生。高校生です。17だったら高2。高2です。うわー、いやーん、いやーん、セブンティーン。いいですね。毎日楽しいでしょ。楽しいです。よかったです。ね、なんか部活やってんの？部活は弓道部に入ってます。あら、弓道部。はい。そうなんだ。弓道部なんだ。部活動は忙しいの？明日が大会です。明日大会なんだ。はい。今日はまだやってんでしょ？今日はさっき午前中で終わって、あ、それで明日も大会にいわゆる備えるって感じ？備える感じです。うまいの？うまいの？ライムはうまいの？まあ人並みくらいです。個人練習とかすんの？そうですね。弓とか持って帰るの？あ、そこの9号機に置いてってます。へー、あ、じゃあもう今何も持ってないのね。今持ってないです。今持ってないのね。なんか、はい、確か掛け声あるよね。掛け声、あ、よしとか。よしっていうの？はい。こうじっとこうギギギギギって構えて、初めてこう的の方を見て、はい、いつよしっていうの？的に、うん、矢が当たった時に、うん、よしとかシャーって言います。シャーっていうの？シャーとも言います。それはヨッシャーのシャーね。違いますよ。あ、違うの？あ、シャー。弓道のシャー。打つ。いるのシャー。いる方のシャーです。それは当たった時にシャーなの？シャーって言います。おお、そうなの？はい。当たりじゃないの？それは言わない。打つ時にシャーじゃないの？打ってシャーって言って当たったら当たり。言わないです。あ、ちょっと本番のテンションで言ってみて。じゃあ、かぶっちゃった俺と。いや、よしだっけ？よし。それをちょっと本番と同じ感じで言ってみてください。どうぞ。よし。うわー、気合入ってるね。シャーとよしはどう使い分けてんの？あ、これは学校とかそういう場所によってなかっただけで、うん、私の学校はヨシ派です。あ、ヨシ派なんだ。学校によって違うんだ。はい、学校によって違います。学校によってシャーだったりヨシだったりなんだ。ヨシだったり、いろいろ違います。あ、いろいろも他にもあんの？いや、大体この2つだけです。ヨシとシャーなの？そうです。うちの変なディレクターの学校ははい、イシャーだったら、そうです、イシャー。じゃあ他にもいるんじゃない？せーのとか。せーの。あと、ひょっとしたらおばのインターナショナルスクールをヘイヘイヘイ。ヘイヘイヘイかもしれない。ひょっとしたら外したら何も言わないの？あ、
外したら何も言わないです。あ、言わないんだ。心の中で残念って思うだけ。心の中で残念だうわ、はい、そうなのね。そんな、はい、ライムはどうしてテレホンをしてきたんだい。実は、来週、修学旅行に行くんですけど、よかったじゃん。はい、それで、そこで長崎、九州に行くんですよ。はい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 。で、九州で長崎判別行動をするんですけど、そこで、もし、ぜひ、ドナルドさんに、美味しいものとか、行っておいたところ、行っておいた方がいいよって場所を教えてほしいなって。班は何人いるの？班5人です。5人なの？はい。何メンバー構成は？私女子1人で、それ以外男子です。嘘。実は、自分が工業高校通ってて、工業高校なんだね。それで、自分の科が、私以外クラス女子いない。女子1人。クラスちなみに全あのクラスで何人いるの？クラス私含めて40です。40人のうち1人だけ女の子。そうです。もうガン毎日ラブレターじゃないロッカー開けるとラブレターがガサーじゃない。いや、そんなことない。指でパン飛んでくんじゃない、恋文がそんなことないですよ。もうで、ね、よしモテるんじゃない。じゃあそれが全然。あ、そうな。いや、でも他のクラスは？他のクラスもそうなの？他のクラスは、自分の違う科に同じように一人だけ女子がいるって子が、また一人いて、それ以外は、逆に女子の中に男子が一人二人ポツンっているクラスがいます。あるんだ。じゃあクラスによって、科によって違うんだね。科によって違います。はー。で、ライムちゃんは、40人中、たった一人の女の子で。はい。何科なんですか、それは。機械科です。機械科で。はい。いやー、それで、その5人、ライムちゃん以外の、メンバーにリーダーシップ取る男子はいないの？あー、いるっちゃいるんですけど。おー。もう、当ていらんない。そうか。で、今、何にも決めてくれてないんだ。そうです。もう、全部私が全部決めんだ。今日なんかちょっとライブ決めてくれよみたいなそんな感じ。それも言わないです。あ、それも言わないんだ。うん、なんかもう俺たち別にどこも行きたくないよねえ、でもそんなこと言うの？じゃあなんかもう、お店の中入ってずっと時間潰すかみたいな。うっへそうなの？はい。でもライムちゃんはいろいろなとこ行きたいんでしょ？うちはもうせっかく行くんだから美味しいもんいっぱい食べようよって。そうだよね美味しいもんいっぱいあるからね。そうなんです。もうぜひ教えてもらいたいなって。もう勝手に自分で決めちゃえばいいじゃん。はい。あれだよ、長崎だったらね、まずね、はい、男の子たちもそこだったらついてくだろうけど、まず長崎駅ね。駅。JR の長崎駅があるんだけど、そこに駅ビルがあるんだけど、はい。その1階がもうお土産屋さんなの。おー。で、その中でね、お土産屋さんに、一番奥から、そのデパートに入る、一番手前の右側のところに、角煮まんの店があるから。何それ？角煮まんっていうのがあるんですよ。豚の角煮をですね、中華まんじゅうでちょっと挟んであるやつがあって、それはその場で買って食べられるから、めっちゃうまいです。はい。それを食べてお昼ご飯をもし食べるんだったら、はい、グラバー、中華街の方に行くんだよ。グラバー亭とはね、逆の方、グラバー亭はね、途中で乗り換えなきゃいけないから、中心街の方に行くの。そうそう、ほんとね、中華街があるから、はい。中華街のその前のところのチンチン電車で行くんだけど、
そのチンチン電車で、明らかに商店街が左側にあって、右側にまっすぐ行くと中華街だから、そこの駅で降りたら、その、いわゆるチンチン電車沿いに歩いてく。ちょっとまっすぐ。中華街を右手に見ながら、まっすぐ歩いていくと、左側に、ラーメン屋さんがあるんですよ。ラーメン屋さん、これすぐわかります。そこはね、福山雅治さんが、いわゆる、まだ長崎に住んでる時によく通ってて、で、福山席がある。福山雅治がよく座ってた席があって、はい、その席、おばちゃんに言えば教えてくれるんだよ、そこって。で、その横に、マシャのいろんなメッセージが書いてあるから、バーっと。で、マシャ本人の写真もあって、で、そこのね、名物が確かに爆弾ラーメン。爆弾ラーメン。うん。爆弾ラーメン激うま、でもそこで、長崎ちゃんぽんも有名だから、はい、爆弾ちゃんぽんだ、爆弾ちゃんぽん、これが有名です。はい、爆弾ちゃんぽんめちゃうまいよ。え、本当ですか？はい、やばい、水筒炒めたい。シアン橋ラーメンだ。そう、シアン橋っていうね、いわゆるチンチン電車の駅があんのよ。はい、その思うに安心の安、シアン橋。その目の前にあるから。はい。シアン橋ラーメンは食べといた方がいいよ。わかりました。そう。もうついてこなかったら。入れるかどうかわかんない。マシャロスの人がいっぱいいて、今。なるべく早めに行って。僕はちなみにそこね、はい、10時ぐらいに開店だったと思うんだけど、はい、一番最初に行って、10時開店と同時に入ったら、速攻で女子たちがバンバン入ってきたからね。でも地元の人もよく行く店で超うまいです。はい、爆弾ちゃんぽんとか、長崎皿うどんもそこうまいです。わかりました。これうまいでしょ。うん、カステラね、カステラもうまいね。ちょっとなんだろう、あいつおかしいんじゃないっていうディレクターがカステイラカステイラなんですよ。でもね、有名なのそこで食べるでしょ。おいで、お土産はね、はい、普通のちょっとライブごめんね。アホーカステイラカステイラ長崎のお土産カステイラカステイラカステイラゼロじゃないよ。僕は長崎のお土産はおすすめするのはビワゼリー。何それ？ビワゼリー、プルンプルンのゼリーの中にビワが丸ごと1個入ってるの。種を抜いたビワの実が、このビワゼリーがむちゃくちゃうまいから。本当ですか？本当。ちょっとお高いから3つ入りみたいの売ってるから、はい、それでいいと思うんだよね。自分用に買っちゃってもいいんじゃない？あれすげえうまいよ。ビワゼリー。ビワゼリー。え、ビワゼリー。駅ビルの中とかで買える感じ？駅ビルで買えます。ああ、わかりました。駅ビルで買えます。で、あと、やっぱり、亀山社中は見といた方がいいね。ん？そう、福山と龍馬の旅がいいと思うよ。ああ。うん、ちょっとね、階段を上がって山の上に上がっていくから男子はすげえ嫌がるけど、でも行ったら行ったで景色はすごい最高だから、亀山社中を目指して行って、亀山社中見とくといいんじゃないかな。で、亀山社中の本当の亀山社中はここでしたっていうところの、確か中にお土産屋もあって、お土産も買えるはずですよ。坂本龍馬関連の。ああ。うん。いいですよ。いいです。で、いわゆる、そこから降りてきたら、ちっちゃな川が流れてんだけど、そこに、有名なメガネ橋があるから。はい。石造りのね、最古の、なんか、造りの、メガネ橋っていうのがあるから、そこを渡って、はい。で、また、チンチン電車に乗って、グラバー亭の方に行ったり、出島に行ったり、すると楽しめるんじゃないかな。おお、ドナルドも一緒に行こうか。ぜひ来てください。全裸で。あとね、チンチン電車の乗り方はね、はい、あのね、
乗るときにね、あのペローってなんか変なのいわゆる回数券みたいな紙が出るから乗車券なんだけど、それをピッて抜いて、で最後に運賃を払うんだよ。最後に運賃払う、うん、これ意外とドキドキしちゃうからね。で確か全部どこまで行っても同じ値段だったと思うけどな。おお、ええ、それはありがたいです。中華街はどこ行っても美味しいです。わかりました。ええ、でいろんなものを多分あのお店の前でこうって例えばふかしいもとかそういうの出してるから、それを食べてもあのなんだっけあのマーラーカオとかなんかそういうようなお菓子系、なんかスポンジケーキみたいなお菓子とか、はい、ひねり棒の揚げたやつとかそういうのもいっぱい売ってるから、そういうのをこう食べながら歩くと、はい、中華街も楽しいかもしれない。おお、食べ歩き。こいつ大丈夫かっていうディレクターがカステーラぜよっつって向かいにいる山口沢さんはなんか急にヒュッてなんか iPhone 出してきて、そこに書かれてるのは関口宏の東京フレンドパーク、の字のケーキ、EXILE 高弘に紹介されましたって。これを出されても、これの字のケーキっていうのは有名なんだね、シャンデリアの。あ、シャンデリアって有名かもしんない、でもケーキ屋さんで。ただ僕は、でも僕行ったことないかもしんない。あ、高弘くんも長崎だ、EXILE のね。そんな情報を両方からぶっ込まれた。知らんがな。でね、あのね、あの家族用にね、あのお土産はね、スーパーとかによってね、はい、あのうまかっちゃんっていうラーメンがあるから。うまかっちゃん、うまかっちゃん、インスタントラーメン。インスタントラーメンうまかっちゃん、昔は全国区で売ってたんだけど、今九州でしか売ってないから、あ、関西の方でも売ってるかな、あの売ってるとこに売ってるんだけど、まあ、東京でもひょっとしたら探せばどっかにはあるんだけど、一般にはあんまり見つからなくなっちゃったんで、それ買ってくると喜ばれるよ。わ、かりました。高菜味、うまかっちゃんの高菜味。これがあの5個袋セットぐらいで売ってるから、はい、スーパーでそれをお土産にすると結構いいよ。わかりました。はい。あれ、あ、よかったね。お腹減りました。お腹減ったね。覚えられた、大丈夫、いっぱいメモしました。そう、シアン橋ラーメンはもう外さない方がいいよ。シアン橋ラーメンももう OK です。そう、まあまあ帰ってきてあの他の福山ファンに、え、いいなって、まあ言われないか、40人中1人だからな、女子。まあまあまあいいでしょうね。はい、じゃあメモって、楽しい修学旅行を。その前に試合でしょ。試合です。そうでしょ。よし、じゃあ最後にいっぱいよしが出るように、よしの歌です。よし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 シャーよしよしシャーよしよしシャーよしシャーよしシャーよしよしよしシャー。家族になろうよ。それでは私はこの辺で失礼するでしょう。ご機嫌を、ハバナイスウィーケン。最後の歌は何だ。私の名はドナルド、世界一の人気者であり、君らのクラブのリーダーであり、世界屈指の大金持ちである。なにー、ミキティとショージが3億円豪邸に引っ越しだぞ、バイフライデー。すごいなー、ミキティ。ドナルドの豪邸とどっちが豪華かな。ドナルドの豪邸は畳2畳です。ミッキー。あ、そうね、実は久しぶり。ミッキー。さ、ドナルドを愛してやまないファンキーなリスナーと電話する。書いてあんだもん、しょうがないじゃん。もしもし、もしもし、あ、元気いいね。
はい。誰トラファルガーローです。トラサルガーロー。はい。トリッキーな名前だね。トリッキーですわ。トラサルガーローは声から聞くところによると男の子だね。そうです。何年生？中2です。中学2年生？はい。おお。なんか部活やってんの？バスケ部です。バスケ部？はい。おお。あ、な、大会近いの？大会近いです。都大会来ました。都大会が？はい、近いです。近いんだ。はい。都大会の前は何なの？都大会の前は北区の大会がありました。へえ、地区の大会があるの？はい。そこでは、どれぐらいの順位だったの？学校は。2位です。2位？うん。じゃあ、都大会では結構いいとこ行くってことだね。はい。すごいじゃないか。すごいですね。で、中2だから、あれでしょ？トラサルガーローは、はい、もう主役メンバーなんでしょ？主役メンバーではないです。よ。そうなんだ。そうね。はい。ちなみにトラサルガーローの能力は？能力は、うん、1対1がうまいことです。1対1がうまいの？はい。それは何々の実を食ったの？いちいちの実。いちいちの実を食ったんだ。はい。だから1対1がすごく強いんだね。はい。うわ、すげえ。だから1対1になった途端にもう、はい、そいつ逃さないわけよ。それどんな技なの？はい、ボールが消えたり、うん、ドリブルがめちゃ速かったりします。何え、ボールが消え去るの？はい、ボール来ますよ。え、ボールが何かと入れ替わったりするの？はい。リンゴと入れ替わりますね。リンゴと入れ替わるの？じゃあ1対1になった時ルームって言うんじゃないの？はい、ルームって言いますよ。相手の顔をリンゴと変えちゃいますよ。それ11の実じゃないよ。それオペオペの実だよ。じゃあ11の実です。あ、11の実なんだ。それ1対1の時、1対1の時しかできないんだね。はい、多分ね。はい。オペオペの実はほら、ルームの中だったら何人でもできちゃうけど、いちいちの実は一人にしかできないってことね。はい。なるほど。チームメイトは、どんな、あれなの、能力があるの、他に。チームメイトは、うん、相手のゴールに絶対シュートが入るっていう能力の持ってる人がいます。それは何々の実なの？炭酸の実。え？炭酸の実。炭酸の実？はい。炭酸って。スリーポイントが入るから。え？スリーポイントが入るから。スリーポイントが入るから。炭酸の実。今必死に考えた？うん。そんなトラサルガーローはどうして電話してきたんだい？うん。都大会が近いので、うん、都大会でどういう風にしたらいいのかなと思って。都大会でどんな風にしたら、はい、ポジションみたいなのはあるの？試合に出れば、うん、1対1が強いので、うん、ポイントガード。ポイントガード、ドナルドバスケット弱いのでよくわかんないんだけど、ポイントガードって何？うん、ドリブルで攻めて、うん、で最後にシュートの強い人にパスして合わせたり、うん、要は試合を動かす人？試合を動かす人ですね。はあ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 。え、パサー？え？パサー？パサー、はい、そうですね。パサーなんだ。パサーって言ってるけど何のことやらわからないけど。パサーは、うん、パス、だからシュートする人にパスをする人。はい。つまり最後にゴールを決める人にパスを決める人だね。そうです。
だからつまり試合の流れをまあ司るっていうか、はい、そういうことだね。司りますよ。うん、ジョーダン？え？ジョーダンはあれじゃシュートする人じゃないの？ジョーダンはチームメイトにいますね。チームメイトにジョーダンがいるの？はい。あのエアジョーダン？はい。空中をこう歩けるの？はい。歩くようにバーンってゴー、あのゴール決めるの？そうですよ。ダンクするの？すっごいかっこいいっすよ。何の身それ？だんだんの身。え？だんだんの身。だんだんの身？だんだんの身。あ、ジョーダンだから。決めるから。あ、ジョーダンでダンクを決めるからだんだんの身。はい。今必死に考えたでしょ。なるほどね。へえ。簡単に出てこないもんだって。そうだよね。そう簡単に出てこないもんね。うん。ね。でもトラサルがあろうと今俺と1対1だよ。11の身使えばいいじゃん。絶対勝てますよ。不平、そりゃそうだよね。はい。大会に、あの、出るときには必ず試合には出れんの？出れないときもあるんですけど、うん、出るときもあります。出るときもある。だから、はい、まあ、あの、必ずちょっと、ね、監督が、ここで使いたいっていうときに出してきたりするっていうわけね。そうです。レギュラーではないんだ。はい。レギュラーではないけど、なんか試合の流れを変えたいときに出すって感じ？はい、俺本当にバスケのことわかんないからさ、そういうのっていつ出してもいいの？いつ出してもいいですよ。いつ出してもいいんだ。だから1ピリで出す、うん、交代できるあの回数が決まってて、はあはあ、それの時だけ出る。なるほど。はい。じゃあもうここぞっていう時に、はい、ロー行ってこいってことになるんだ。はい。すごい。逆にすごいじゃん、トラサルガロー。すごいっすよ。うん。もう、あれじゃん、素敵じゃん。もう、なんつうか、すごくこう、チームにとって一番大事な人じゃない？逆に言えば。まあ、声も出せるので、そう思われてるといいですね。なるほどね。あ、声も出せるんだ。はい。あの、なんか、何？どんな声出すの？どんな声？ファイトとか。いけーとか。いけーとか。あの、いやね、ヤジとか飛ばさないの？はい。あの、相手チームに。あ、それ反則です。あ、それ反則なんだ。変な短パーンとか。ダメです、ダメです、ダメです、ダメです。ダメ。ダメなの？ダメです。そう、すね毛ツルツルとか。タンクトップダボダボーとか。そんなね。そんなこと言いません。そんなこと言わない。横から乳首見えてんぞで、ただの変態ですよ。あ、そう。そんなことは言わないんだ。言わないんです。全然、あの、何、あの、チームを応援することしか言わないの？はい。あの、大体どんなこと？ファイト以外に、どんなこと言うの？ファイトとか、なんか、あの、チームで決まった歌。うんどういう歌？どういう歌があるの？チームに決まった。どういう歌？うん、圧勝ディフェンスとか。え？圧勝ディフェンスとか言ってますよ。圧勝ディフェンス？はい。圧勝ディフェンス、圧勝ディフェンス、ディ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 、ディ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 フェンスみたいな感じ？近いっちゃ近いですね。違うの？なんで じゃあ、アッシュイ、ディフェンス、アッシュイ。それ、ワッシュじゃないんですか？そうだよ。そういうのじゃないの？オリジナルじゃないの？だって。まあ。そうじゃそうなんですけど、なんかもうほぼ全部のチームが使ってるので、うん、こういうのは、うんうんうん、攻撃の時は？攻撃の時は、うん、一本、それ一本、はいはい、なんで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 
なんで飲んでにつなげたいんですか。ドンペリペリペリはねえだろ。一本入れてドンペリ、二本入れてドンペリ。コニャック、すみません、コニャック、あ、違う違う違う、すみません。3本目からナポレオン。だから汚いっすよそれ。そうそう、なんですかそれ。言わない言わないね、言わない言わない。さ、そんなわけでね、お時間も参りました。あ、あと、はい、最後にバスケの歌を歌ってください、うん、バスケの歌。はい、あー簡単ですよ。歌いましょう。じゃあ最後にバスケの歌で締めたいと思います。はい、私のバスケすごく大きいの、私のバスケ何でも入る、リンゴ、パン、サンドウィッチ全部入る、私のバスケ素敵なバスケ、このバスケを持ってピクニック、ピクニック出かけましょう、ピクニック、ララ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 ラ、私のバスケピクニック。それでは私はこの辺で失礼するとしよう。ごきげんよう。 Have a nice weekend。私の名はドナルド、世界一の人気者であり、君らのクラブのリーダーであり、世界屈指の大金持ちである。つか、おーい、この番組どうなってんだ。人をずっと放っておいて、楽しそうなアウトレット行ったり、豪華ゲスト呼んだり、さあ、まあそんな詳しくね言ったってしょうがないけれども、この気持ち分かってくれるリスナーさんは何人いるんだろうか。ん、それで満足。もういい。この悔しい気持ちをみんなに吐き出してもしょうがないから、淡々とコーナーを続けるよ。ドナルドっていい人でしょ。ありがとう。使わないお前たちがいけないんだ。全部お前たち。さ、久しぶりのドナルドですが、そんなドナルドを愛してやまない貴重なリスナーと電話がつながっております。もしもし。もしもし、どうもこんにちは。こんにちは。ラジオネームは何ですか。りょうです。りょうさん。はい。男子。男子です。男子。りょうくん。りょうくん。はい、そうです。りょうくん、りょうくん久しぶり。お久しぶりです。りょうくんは久しぶりじゃないかもしれないけど、俺も久しぶり。りょうくんはいくつ。21ですね。21歳。学生さん、はい、そうです。大学生。大学生です。何年生。大学3年生ですね。大学3年生。はい。そうか、大学3年生か。はい。ドナルドってどんなコーナーだっけ。どんなコーナー、なんか電話でおしゃべりするコーナーですよね。そうだね。正解。大学3年生なら、じゃあもうそろそろ来年はもう就職。そうですね、就職活動。就職活動を始める、はい、はい、感じ。はい、そうですね。なんか夢はあるんですか。夢は飲食関係行きたいです。飲食関係。あ、会社に入りたい、はい、それでも作る方。そうですね、どっちもやってみたいなっていうのは。どっちもやってみたい。はい。じゃあどっかに行って外食産業とかそういうこと。そうですね、はい。じゃあどっか会社もしくはお店
に入って修行して最終的には独立みたいな、そういうのもありますね、はい、ねえ、夢は広がりますよね。はい、何系ですか、何系ですか、ご飯系ですか、それともスイーツ系ですか。ご飯系ですね。ご飯系、はい。あ、洋食和食、洋食かな。へえ、洋食系、はい、え、バイトとかやってるんですか。今ファミレスやってますね。おお、いいですね、いろいろ、はい、いろいろ見れていいでしょう。はい、はい、すごい楽しいです。楽しいですか。そうです。どんなお店やってみたいですか。まあまあ、まだ全然わかんないだろうけど、なんとなく今思ってることで、今思ってること、うん、なんかバラエティに富んだやつバラエティに富んだやつなんかそうですね、あ、相性が良さそうな感じがしますね。あの、そうですかね、そう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 。メニューですか、バラエティに富んだっつうのは。そうですね、なんか、うん、はい、メニューも面白いし、じゃあもう全然、はい、全然あの関係なくって感じ。国はでイタリアンとかフレンチとか、あと何、アジア系とか和食とかあんま関係なく創作な感じ。そうですね、なんか自分が好きそうなのできればいいかなって思ってます。あ、何でも食べるからってこと。そうですね、いろんなもの食べるから。はい、いろんなもの食べますね。ファミレスでバイトしてて時々忘れられるお客さんとかいない。忘れられないお客さん、うん、結構いますね。逆にいるでしょ。はい、その中の一人が僕うーん、よく忘れられる本当ね、なんかね、なんかいないみたいね。お店に入っても見えないみたい。なんか、おうおうおう、すげえ呼ぶんだけど全然来てくれないよ。あら、あらでもきっとりょうくんは見つけてくれるよね。そうですねイエーイ今日ちょっとなんかおかしなテンションですね。なんかね、そうなんだね。え、今はじゃああれ、もう冬休み入ったか。そうですね、もう今日あたりから学校はないですね、うん、そうなんだ。はい、実家なんですか、一人暮らしなんですか。実家です。あ、実家。今何やってるの。今はラジオ聞いて、ラジオ掃除してたんですけど、はい、大掃除中。そうですね、部屋が汚すぎたんでちょっといかんよ、それはいかんよ、それはいかんよ。大掃除してくださいよ、大掃除あの、あれなの、ゴミだらけ、ゴミ屋敷なんだ。ゴミっつうか、いらないものが多いです、ね、いらないものが多い。じゃあ何、はい、あの、一応見た目は綺麗なの。見た目も汚いですけど。見た目は汚いんだよね。衣類が散乱してる感じ、衣類散乱とか、うん、なんか、紙とかが。紙散らばってますね。ああ、紙が散らばってんの。それは何、はい、何なの、その、何の紙なの。なんか普通に、コピー用紙とか。何、勉強の後。いや、勉強のせいです。なんか、ほんと、使わないなんか紙とかが学校のやつとかですね。あ、学校の通知とかそういうやつだ。そうですね。え、今日はどれぐらい捨てたんですか。え、全部捨てました。紙は紙だけ捨てた紙はとりあえずゴミ拾って、うん、拾って袋に入れるところから始めたんで。ああ、そんぐらい。いや、結構汚かったね。そうですね。そうだね。え、そうなんだね。それで、はい、なんでドナルドに電話してきたの。え、なんか、うん、行っちゃおうかなって思ってでお話ししたら満足。なんか話したいことないの。え、そうですね、うん、ドナルドは、うん、じゃがりこを朝食べる派、それとも夜食べる派、どっちですか。じゃがりこ。じゃがりこ。夜9時過ぎに食べる派。あ、うん、夜なんだ。そう。自分はあさりこ派なんで。あさりこなの。あさりこなの。俺夜りこだよ。あ、夜りこなんだ。そうそうそう。なんか夜りこデルレイだ。夜りこデルレイだ。アサリコ派とヨルリコ派はどこが違うの。え、なんかヨルリコ派ってすごい、うん、なんか統計的にいっぱいいるんですよ。おう。でもアサリコって、うん、あの、朝起きて、うん、朝ごはん食べる前にいただきますって言って、アサリコ食べる。朝ごはん前に
何朝のコーヒーみたいな感じでじゃがりこ食べるの？そうそうそう、あの目あのガリガリ言うから、うん、そなんか目が覚めるかなって。ああガリガリってあの骨伝導で頭の中にガリ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 響くから目が覚めるってこと？そうそう、じゃがりこって結構ガリガリ言うとガリガリ言うもんね。そう、へえ、なんで朝りこ派になったの？なんかじゃがりこが好きなんですよ。じゃがりこが好きなの？そう、じゃがりこがすごい好きなんで。じゃあ夜も食べるんだ。夜も食べますよね。でも朝は欠かせないかな。へえ、いろんな味があるけど何味が好きなの？実は今ちょっと食べながら聞いてたんですけど、ああ今食べてんのはグランドサラダ味。ああ、うわーすっげえな。定番なんだけれども外せない味ね。そうですね。そうですから、グランドサラミっていうのがあるの？サラダ、サラダ、サラダ、グランドサラダ、サラダ、グランドってついてるのはどういうこと？なんか発売20周年記念北海道産男爵芋使用って書いてあります。うわー、そうなんだ。うん、他にだってなんだっけ、いろいろあるよね、じゃがりこって。そうですね、明太子とかチーズとか、そんなのを抑えてやっぱサラダ味、やっぱ定番サラダ味。じゃあラジオネームリョウが発表するじゃがりこの味ベスト3、ナンバー3、第3位は、チーズかな。チーズ。第2位、やっぱこれも薄塩。薄塩。さあ堂々の第1位は、はい、サラダ味で。サラダ味、ありがとうございます。でもそのまま食べてても飽きちゃうでしょ。うん、なんか変わった食べ方とかしてんの？やっぱりあのまあみんな知ってると思うけど、あの、うん、ちょっとお湯入れてマッシュにして食べてみたりとか。マッシュにしてね。はい、うん、あとなんかコンソメのパウダーとかあるじゃないですか。ほう、それちょっと入れてなんかサラダコンソメ的な感じにしたりとか。うん、いろいろやってるね。他には？あとは、うん、なんかそのマッシュにコンソメパウダーじゃなくて、うん、あのふりかけのり玉的なのを入れたら、うん、それはなんかちょっとあんま美味しくなかった。美味しくなかったのかよ。美味しくなかった。あとなんだろうな、じゃがりこの変わった食べ方。あとは、うん、あの普通に、うん、あのバキバキに砕いて、うん、クラッシュして、うんうん、なんか何かにふりかけにしちゃうみたいな。ふりかけにしちゃうの。うちのね、はい、キクイチキクオっていうね、ほう、あのディレクターがいるんだけど、はい、まあ、あの通称菊池って言うんだけど、菊池菊夫くんがね、あのパンに挟んでじゃがりこサンダーっつってるよ。あ、すごい満面の笑みで。あ、いいじゃないですか。あ、そうなの。はい、あれは何、コーンポタージュスープに溶かして。あ、ありますね。あの結構多めに入れてちょっとドロドロ感を増して、うん、なんつうの、ああいうのちょっとなんかドロ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 っとしたやつ。え、あとじゃがりこ味噌汁はあって、じゃがりこ味噌、あとじゃがりこうどん、どん、あのきつねうどんみたいな感じで、あ、じゃあたぬきうどんみたいな感じでじゃがりこがふわーって溶けてって、うんうん、今フライドポテトそばがあるって。あー、ありますね。なんかフライドポテトがそばになってるの？そばにそばにフライドポテトかけてるの？大丈夫なの世の中。世の中そんなことやって大丈夫なの？それがありだったらじゃがりこうどんもあり。具が全部じゃがりこ。やばくない？あとあれあのステーキにこのじゃがりこを山盛りにして、あー、ガーリックの代わりにじゃがりこをステーキの上にかけてみるけど、ハンバーグに刺したりとかね。ハンバーグに刺す。あー、肉じゃがりこは？肉じゃがりこ、これはもう完全にダジャレだと思うけど。そうだね。お肉とじゃがりこ、やばい、甘辛く煮て、じゃがりこにお湯かけてマッシュした状態と、それをちょっと手で固めてじゃがいもっぽくして、俺と一緒にお肉と甘辛く煮るんだよ。どう、何の味だかさっぱり分からなくなると思うけど。すごい手間もかかるしね。
手間もかかるけどやってみたら。うん、ちょっと考えてみます。じゃがりこをマッシュしたやつを一個一個ラップして凍らせて、はい、アイスじゃがりこ。でもバニラアイスじゃがりこ美味しいですよ。ああ、バニラアイスにじゃがりこ何入れるの。はい、はい、砕いて普通にあの バニラアイスにじゃがりこつけて、なんかスプーンみたいにあの箸みたいな感じに日本でこう食べたりとか、なんかサイダーと割ってじゃがりこサイダーみたいなやつとか。サイダーはちょっとねえ、かき氷は、かき氷、あ、でも美味しいんじゃないですか、ね、じゃがりこ、じゃがりこかき氷、うん、かき氷美味しいと思いますよ。じゃがりこと氷を一緒にガリ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 ってどっち、氷と一緒にじゃがりこもガリ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 って砕いて氷とじゃがりこが混ざったやつがこう山状になったやつに、メロンのシロップをかける。やばいねそれは。サラダ、あ、ダメ、何がいいかな、あれ、あのカレーのルーだけ溶かした中にじゃがりこボンボン放り込むつの、あ、おいしそう、これうまいよね。チーズ味、チーズ味のじゃがりこを、うんうん、カレーのルーだけあの作って、その中にボンボンって具として入れて、うん、なんかちょっとお湯で割ってカレースープ、じゃがりこチーズ味風カレースープってのはどう、うん、あ、全然合うと思いますよ。出前のピザにじゃがりこを振りかけて、あら、いいじゃないですか、じゃがりこジャーマンソーセージみたいな。もう思いつかないよ。そんなに好きなんだね、量ね、すごい好きですね。わかりました、はい、うん、なんかある、いや、特に特に。そうなの、特にないんだ、はい、あの、じゃがりこ食べていいですか、うん、どうぞ。じゃあその食べてる音を聞かせてください。はい、はい、じゃがりこは歩いてこない、だから歩いてじゃがりこだ、一日一箱食べちゃうよ、じゃがりこ大好きだ、ポックポック。それでは私はこの辺で失礼する。こんなんだからたまにしかやんないんだね。ごきげんよう。 Have a nice weekend。 はい、どうも。真っ赤なお花のドナルド。私の名はドナルド、世界一の人気者であり、君らのクラブのリーダーであり、世界屈指の大金持ちである、メリー遅いって言わせてくれたっていいじゃん。だって一昨日も昨日もドナルドは一人だけのクリスマス、一人全裸で大きなケーキに突き刺さってただけなんだよ。暑かったな、頭の上のろうそくがとろーりと溶けてきてさ、でも最終的に全裸だったのに全身溶けたろうで覆われて暖かかった。さあ今日もそんなドナルドを愛してやまない寂しいクリスマスリスナーだよ。もしもし。あ、もしもし。あ、どうも。こんにちは。こんにちは。お名前なんすか。あ、リッタンです。リッタン。はい。リッタン。はい。リッタン。はい。リッタン。リッタン。はい。リッタン。はい。リッタンは、今のところ、はい、推測するのに女性だと思われますが。はいはい、そうです。なるほど。 はい、お仕事をやってらっしゃるんですか。あ、一応今事務職をやってます。あ、事務職をやってらっしゃるんですか。ご結婚は、はい、あ、してないです。まだしてないんですか。はい、あの、彼氏さんはいるんですか。募集中です。募集中。はい、
了解です。どうしたんですか、なんか音がしてますけど、近くで、あの、何、鳩が飛んでるんですか、パタ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 。違います、すいません。鳩が飛んでるんですか、パタ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 って。違います、すいません。あ、大丈夫ですか。はい、何だったんですか。あ、すいません、今ちょっと紙袋とかガサゴサやってて、すいません。あの、リッタン、はい、一回一つのことに集中してもらっていいかな。え、何やってるんですか今、大掃除中。はい、そうです。あ、大掃除をなさってるんですね。はい、あの、ご自分のお部屋を。はい、やっていらっしゃるんですか。どれぐらいまで進みました、大掃除は。いや、全然進まないんですよ。全然進まないんですか。ついなんか引っ張り出しては覗いちゃうんで。ああ、ひょっとしてそのご相談でお電話を。はい、そうです。なるほど。引っ張り出してきて何見ちゃうんですか。いや、ツアーパンフレットとか。ツアーパンフレット、はい。な、アーティストは。あ、アルフィーです。ジ・アルフィー、はい、の大ファンなんですね。そうです、そうです。で、ツアーパンフが出てきちゃう。はい、で、それを見ちゃう。はい、で、掃除が滞る。はい、そのまま夕方になる。そうです、そうです。あ、暗くなったなと思う。思います。そしてお腹も空いたからご飯を食べようと思う。そうですね、ご飯を食べる。はい、眠くなる。そうです。お風呂に入って寝る。ピンポンです。あ、どう、他にパンフレット以外にはいろいろあるんですか。あと、いろいろ、もらったものとか。もらったもの？あの、プレゼントとかで、あの、この間クリスマスで友達に会ったりとかしたんで、うん、そういうのの整理だったりとか、え？もらったものとかだけで、そういうのをちょっと綺麗に飾ろうかなとか。あー、そうか。もらったものも飾れないまま、袋に入ったまま置いてある。そうですね。どうしようかなっていう状態。はい。え、あの、どうしたいんですか。それもちょっと今悩み中なんです。捨てるわけにもいかないしってことですか。そうですね。でもそうしてったらどん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 山積みになっちゃうでしょ。それも悩みなんですよ。だからある程度は整理したいと思っている。はい、なるほど。だが整理しようとするとそういうグッズがいろいろ出てきてそれを見ちゃう。はい、どうしたらいいかなってことですか。はい、アーティストはアルフィーだけ。あと世紀末と。世紀末、はい、はい、で、あと映画見に行ったりとかしたんで、そういうパンフレットとかもあるし。映画のパンフ、うん、はい。結構パンフレットは必ず買う派。そうですね。なるほどね。じゃあパンフレットは取っときましょうか。はい、もうね、コンサートのパンフレットは二度と手に入らないですからね。そうですよね。そうですね。映画のパンフレットはどんぐらいあるんですか、大体量は。量は今ここに置いてあるのはまだ3冊ぐらいかな。3冊あ、他に取ってあるの。他の場所に取ってあるのがある。他の場所、はい、他の場所に今まで見たのは取ってあったりとかするので、ああ、で、その置き場も今いっぱいいっぱいになっちゃってるんで、どうしようかなっていう。はあ、じゃあ別のなんか部屋一部屋ぐらいですか。そうですね、一部屋。そうですね、一部屋ですね。一部屋、映画のパンフとかそういうグッズで埋まってるってこと。そうですね。それは捨てたくないの。捨てたくないですよ。お前の家をゴミ屋敷にしてやろうか。それ言われると辛いんですけど。そうだよね。いや、でも一個一個思い出があるんだもんね。そうですね。それは段ボールに入れてる状態ですか。ダンボールじゃなくてカラーボックスっていうんですかね。カラーボックスが部屋の中に積まれてるような状態。そ
そうですね、そこに突っ込んであるような状態ですね。はあ、それはもう本当にそういうあのいわゆるアーティストや映画関係。そうですね、ほぼほぼ。いやー、それって例えば、はい、本棚みたく、はい、この棚を作って、あの本みたくこう、はい、刺していくっていうか並べていく、うん、そういう状況ですね。カラーボックス、カラーボックスでいいんですか。カラーボックスの中にこのザーってこう刺さってる状態で、はい、それはあの全部捨てたくないんですよね。そうです、そうです。いやー、ベッドを捨ててパンフレットを山積みにした上に布団を置いてベッドにするっていう案がうちのちょっとアホな菊池という男から出ましたけれども、そんな無理、無理です。そんないう風に雑に扱いたくない。そうです、そうです。あ、部屋借りているの？はい、部屋は借りているの？その倉庫みたいな。自宅です。あ、一軒家の自宅です。自宅の親と同居？はい、そうです。で、あのなんか一部屋丸々それで埋まっちゃってるんだ。そうですね。親からなんか言われない？片付けろとは言われてますけどね。そうだよ、そりゃそうだよ。一部屋死んでるんだからね、使わないとはいえ。はい、トランクルーム借りたら？お金かかるじゃないですか。お金かかるのは嫌なのね。でもね、一旦ね、考えて。はい、お金保管するのにお金かかるのは困るって言ってもだよ、はい、一旦が好きで買ってるんだよね、パンフレットとか ね、お金がかかってるよね。はい、そのパンフレットって捨てない限りね、管理するのにもお金かかるんですよ、はい、こういう風に。確かにだよね。おかしいよね。このまま自宅にどん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 パンフレットが積まれていったら、はい、お父さんとお母さん台所で住まなきゃいけなくなるよね。なるほど。どこかにレンタルルームとかトランクルーム借りて預けるお金はもったいないけど、パンフレットを使う買うお金はあるんだよね。でも捨てられないなら、捨てられないのであれば預けるトランクルーム代もパンフレットの中に入ってるってことだよ。言ってる意味わかります？なんとなくわかりますよね。捨てられるんだったらいいんですよ、次々にそうやって好きなパンフレットライブのパンフレット集めても。捨てる勇気があるならね、はい、でも捨てられないならいつかその家パンフレット屋敷になるよ。なるほど。どうしましょうか。どうしたらいいですかね。とりあえずあれですかね、時間はかかるかもしれないけど全部ちょっとやってみますか、はい、なんかいつもこういう時に、時間はかかるけど提案していることがあるんですよ。はい、これは絶対取っておく。はい。で、これは絶対捨てる。はい。どうしようかなって迷う。この3つの箱を用意してください。はい。で、その箱の中にどんどん、こう、選別して入れていく。はい。まずね、時間かけてもいいから。はい。そうすれば、少なくとも捨てるってもんが出てくるじゃん。そうですね。ね。だから取ってよ、絶対取っておくと、どうしようかなは取っとけばいいんだから。はい。これ絶対捨てるっていうのが分けられるでしょ。はい。とりあえずはそれを捨てましょうよ。そうですね。そっから始めないと、一個も捨てられないんじゃない？そうですね。
とうします。うわ、あのちょっとうちにすごくなんていうんですか、はい、あの自分を王子様だと思っている菊池ってやつがいるんですけど、はい、こいつが今あのこんなこと言いました。今あるもの全部一回ヤフオクにあげて、で値段で決めるっていうのはどうって、うちの王子が申しておりますが。却下。ヤフオクにあげてやろうか。じゃなくて、そうじゃなくて、だからあ、もうあれあれでも、はい、リッタン、はい、今その一部屋こう潰している、はい、パンフレットの中で、はい、そのパンフレットを見ないで、はい、自分の目の前に紙を置いて、はい、何があるか思い出したやつでも書き出してみ、その部屋に何があるのか。そうですね、だから例えば80何年のライブのパンフレット、ジアルフィーのとか、はい、なんとかってちょっと書き出して、はい、最終的に書き出せたもの以外全部捨てればいいんじゃない。なるほど。要は書き出せるってことはそれぐらい記憶に残ってて大事なものでしょ。はい。でも捨てようと思って開けちゃったら、あ、こんなのもあった、こんなのもあったっつってそれ読み込んじゃって絶対捨てられないじゃん。そうですね。だから心を鬼にして、はい、覚えているものだけ書き出しなさいよ。それでそれだけ取っといて、それ以外全部捨てれば死ねえな。リッタン死ねえだろ。あれリッタン今こんぐらい時間使って俺ら喋ってること全くしないつもりでいるな。いやいやいや、そんなことないです。じゃあ今提案した中でどれにしますか。箱ですね。箱、3つの箱をやる。はい、じゃあやってみてください。わかりました。それで どうしてもダメだと思ったら全部ヤフオクにあげてください。うん、あ、却下ですか。あか、あとはナックファイブのケーズトランスミッションに全部送るっていう。あのジアルフィーものは、そんな。いやでも確実に坂崎さんは送ってきたら、はい、あなたの名前は覚えますよ。そんな。いや覚えるでしょ、こんなに。送るのはどうか。ああ、じゃあ相談してみればいいの、坂崎さんに。どう、坂崎さんの番組にちょっとメール送ってみたら。そんな、それがドナルドにできて坂崎さんにはできないの。そういう存在か、ドナルド。うん。まあいいけどね。どうですか、じゃあ箱やってみてください。あ、わかりました、ありがとうございます。あ、もう切ろうとしてるでしょ。いや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 、もういいかなと思ってるでしょ。いやいやいや、そんなことないです。大丈夫ですか、取っとくもの、はい、どうしようかなと思うもの、そして捨てるもの、はいはい、3つ箱を用意して、はい、でパンフレット全部それで寄り分けて、はい、で捨てるものだけとりあえず捨てる、はい、で持っとくものと、あと絶対取っとくものと、どうしようかなは取っとけばいいでしょ。そうですね、そうやっとけばちょっとは隙間空くでしょ。そうですね、ね、はい、そうしてみてください。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にパンフレットの館、はい、なんかうちの王子がわけのわからないことを言い出してるんですけど、パンフレットの館、今日も一つパンフも買った、ブルデロデロデダブルデロデロデ、パンフ一つでこんなになった、ブブベブベブベブブブベブベ、メリエンメリエン。はい、それで私はこの辺で失礼するとしよう。ごきげん、ハバナイスウィッケン。